ニコラ・シェドビル、ニコラ・シェドビル、ニコラス・シェイ・ドビル、1705年2月20日から1782年8月6日は、フランスの作曲家、ミュゼットの演奏者兼制作者。ウール県のセレで生まれる、音楽家のピエール・シェドビル、1694年から1725年、エスプリ・フィリップ・シェドビル、1696年から1762年、とは兄弟。 おじで大父のルイ・オトテールから音楽教育と楽器の作り方を学ぶ。1720年代にはパリオペラ座のオーケストラでオーボイとミューゼットの演奏を始める。1732年にジャン・オテトールが亡くなった後、王立のオーボイ楽団レグランザ・ホーボイの彼のポストを引き継ぐ。1748年7月、オペラから引退するが、以後もミューゼットの演奏は続ける。 七十歳近くになった頃、オルレアン家にも使えたことがある、側用人の若い娘と結婚。シェドビルは自分のことを王に使える、ミュゼット奏者だと言っていた。晩年は経済的危機に陥り、七百七十四年には十軒、件あった家を債権者に譲渡し、妻とも離婚した。百七十七年、レグランズホーボイを辞して、百七十八年には、 破産を申し立て、その4年後、パリで営民。しかし、1790年になっても、弁護士たちは、彼の問題の処理に追われていた。ラボルドは、彼のことを、フランスが生んだ最も有名なミュゼット奏者と、称賛しながら、彼が死んだ年を実際より2年早い1780年だと、間違えていた。シェドビルは1750年頃から、 ビクトワールドフランスにミュゼットを教え出す。そのことで上流階級の間で人気の教師となり、ついにはフランス女性のミュゼットの詩という称号をまで買った。彼はミュゼット制作者でもあり、ミュゼットのお域を中央派まで広げた。シェドビルの作品は裕福なアマチュア音楽家たちの娯楽のために書かれた。当時のフランスの貴族は田舎、ペザントの生活に、 ロマンティックな無双を抱いていて、田舎風の楽器の演奏に楽しみを見出していた。その後、フランス革命が全く異なる展望をもたらすことになる。シェドビルの最初の出版された作品は、ミュゼット、または、ハーディガーディのための商品集で、ミュースメンツ・シャンプネーラ、田舎の楽しみと題され、1729年12月に刊行された。この時は、 シェイドビルルジアンを名乗ったが、後の作品では、シェイドビルルカデットに変わっている。どちらも意味は、若いシェドビル。続いて発表された、ミュースメンツシャンプネーラ第2巻は、技術的にも、音楽的にも、より高度なものになっている。戦争と、光戦的なイメージの表現から、戦いの神、女神の名を付けられた、アンユスモンデ・ベロニー、オーユーレ・プリシア・デ・マース、ベローナの楽しみ、 または、マルスの監視ミでは、作風が、ガラッと変わる。コンティ王子に従っていった、軍事行動にインスパイアされた、作られたからである。しかし、フルート、オーボエ、バイオリンのために書かれた彼の唯一の曲集、六つの、ソナタでは、イタリアの影響を受けた厳粛な音楽に戻っている。1737年、シャドビルは、 ジャンイコールのエル・マルシャンと組んで曲集を出版するが、それには、アントニオ・ビバルギ作曲、忠実な羊飼い、イール・パスター・ファイド・アップ、十三というタイトルがついていた。シェドビルは、その出版で利益を得たが、1749年、マルシャンによる、構成証書で偽作と証明された。ミュゼットのための作品がなかった偉大な作曲家の名を、利用して、ミュゼットを流行らせることが目的だったのかもしれない。 イタリア音楽への彼の関心は、10人のイタリア人、作曲家、と、イタリア人でないヨハン・ヨア・ヒム・クバンズ、アントワーヌ・マオーの競争曲やソナタを、ミュゼット、ハーディ・マーリ、フルートといった楽器のために編曲した曲集を1739年8月に出版するに至る。ビバルディの四季を、ミュゼット、バイオリン、フルート、フランスのフルートはリコーダーを指すこともあるがのために、 編曲した、ル・プリントムズ、大ー,ーレ・セイゾアン・アメイザーンと、1739年は面白いくらいに好評だった。彼は、ビバルディの、夏を、競争曲に単調、アップ、8から9に置き換え、冬の中間楽章を、秋に移動し、さらに、冬を、競争曲派長調、アップ、8から12と入れ替えた。好き勝手のアレンジで、さらには自作の戦立まで書き加えている。 パリで出版。ソロの器楽曲はすべて通奏低音の伴奏がつき、他の楽器での演奏も可能なように書かれている。アップ、Q、レデファス、OULA2 ドアムサンティミューゼット、ハーディガーディのための、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。